地図北京大学は北京市会を独に所在する中華人民共和国の国立大学である。1898年に創立された大学の略称は北大985校庭、211校程,21校程総一流の成員校として教育部が直轄する国家重点大学である。国家重点大学及び副部旧大学の一つであり、中国の近代化に 大きな影響を与えてきた。大学評価の世界的指標であるタイムズハイヤーエデュケーションによるザ世界大学ランキング2021では世界23位となった。全国普通高等学校招き生入学講師の上限の多くは進学先に北京大学を選択している。また、留学生が本科生に入学する際には入学試験が課せられるが、 HSK の要求スコアが他の大学よりも高い。周辺には岩縁や延命縁などの歴史史跡が数多く残されてあり、中国のシリコンバレーと呼ばれる中間村も隣接している。北京大学で広く用いられる、ストムイサム、現金、休味、送信、博学、新聞、紳士、名弁、愛国、進歩、民主、科学、思想の自由。 両方を兼ね備えるはいずれも、校君ではない。蔡玄梅が、学長に就任したとき、文系の呉梅教授が、星空金巻道、宿り聞きた要所生を、北京大学の校歌に選んだが、大学側は、決定を否定している。また、校内で広く謳われている、延々上も、校歌ではない。北京大学には6の、学部と53の、学院と、系で構成される。学院も、 K も日本の大学の学部にほぼ相当する。学部は学院と K の上の編成で実体はなく日本の学部とは位置づけが異なっている。適約がないのでそのまま記す。位置づけが異なるのは学院及び系は個別の教育システムに位置づけられているためである。北京大学は学院や系に相当する。 各単科大学の集合体として運営がなされているためである。北京大学台湾経済文化交流協会台湾エコノミックカルチュラルアソシエーション副2009年10月12日に北京大学、聖歌大学、石膏大学、春瓶工業大学、福丹大学、上海交通大学、南京大学、中国科学技術大学、西安交通大学の9校は 相互協力、交流の強化、教育資源の相互補完、ハイレベル人材の育成等を図るため、一流大学人材育成協力、交流協議書を締結した。中国版の IB リーグ結成に向けて第一歩を踏み出した。この中国版 IB リーグのことを休校連盟と呼ぶ。アーカイブされたコピー。2013年4月19日時点のオリジナルより、アーカイブ。 2012年6月21日閲覧。ワールドユニバーシティランキングス2021タイムズハイヤーエデュケーションハット犬の2021交友会中国大学イメイヌの北京大学14年先駆け中国交友会も2021年5月30日閲覧。北京大学に関された遠京大学の校舎。ありがとうございます。